よく来たな。どうも、お姉ちゃんです。はい、ブルーです。一人合わせて、お姉ちゃんです。はい、というわけでみんな、もうなんか、いつもと違うよね。あれ、なんで、カメラになってるの？なんと、今回はあのスキビリトイレの世界にやってきました。もうめちゃくちゃリアルな世界なんだけど、なんとあのね、スキビリトイレが迫ってくるみたいだから、今回は俺たちがカメラマンになって戦いたいと思います。うわ、やった、それって楽しみ。というわけで今回なんか見た目がね、超リアルになりました。一応ね、銃を構えてるのがブローだね。はい、そうです、かっこいいでしょ。そしてみんな、スキビリトイレ倒してナイスだと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はい、絶対に頑張るので、ね、よろしくお願いします。さあ、というわけでじゃあ早速ね、戦いに行きたいと思います。なんと今回この世界、車に乗ることができます。プロ、じゃあこれ車乗ろう。おいしょ、お、やった。さあ、というわけでね、車で敵を探します。お、ここいいんじゃない。一旦ここで武器拾う。あ、まだ後ろから来た、後ろから来た。プロ、ちょっと待って、大丈夫か。ちょっと、おし、車に乗るんだ。おし、一旦車に乗ろう。危なすぎる。お、俺ちゃんやばい。乗れるか。おし、ナイスナイス。おし、一旦逃げます。おし、ここで降りよう。なんだなんだなんだ、ウェーブが来るって。ま、敵が来るんじゃない。もし、こっから、こっから撃とう。プロ、さあ、というわけでこっから撃ってみます。おし、当たり、当たるかな。どう、ダメージ受けてる。あ、来た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 。なになになに、なに、え、なんですか。ちょっと待って、仲間割れ始まってる。ゴリゴリカメラマンが来た。ちょっと待って、どういうこと。え、なに、え、倒せた。なんで、長押しすれば倒せるのこれ。あ、プロ、近づいて長押しでも倒せる。おし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 、近づいて長押しすれば分解できます。なんかね、砕けるぞ。待って、このカメラマンたち操られてる。本当だ、多分聞こえよ、クモのやつだ。あ、クモのね、パラサイトトイレね、パラサイトトイレに操られてるから。ちょっと待って、分解します。頭が。おしおし、分解した。待って、銃よりさ、普通に分解した方が強いかも。ちょっと待って、銃を取りに行きたいと思います。さあ、というわけでここで銃を取ります。あ、解放式もあるじゃん。これはね、買わないといけない。こっちは、あ、これグループに入らないと取れないんだ。本当だ。じゃあまずこっち使うか、さっきの銃ね。待って、これね、多分ね、3秒凍らせることができるガンだ。これで凍らして、それなりに分解するんじゃない。ほら、おらほら、なるほどなるほど、これで分解していくんだ。やった、そういうことか。まあ、とりあえず、え、待って、味方、これ、あ、味方だな。じゃあもうちょっと歩いていこうか。さあ、じゃあ2人でこの世界散策しよう。さあ、凍らしてる間にね、分解しちゃおう。おお、戦ってるぞ。これはカメラマンだね、味方だ。おし、ナイスナイス、分解しちゃえ。ナイス、いいぞ。おし、ナイスナイス、ちょっとダメージ受けちゃったけど。プロ、前から来てる。おし、これだ。おし、プロ、待って、それ何。うわ、俺ちゃん引っかかってるよ。おお、ほんとだ。あ、消えちゃった。なんかお店に絡まってたね。待って、こっちもっとやばいよ。うわ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 、変態だ、変態な人がいる。なんだあれ、ちょっとでかいかな。戦いに行ってみる。このでっかいの倒せたらさ、すごいポイントもらえそうだよ。あ、凍った凍った凍った、3秒間だけ凍るから。待て待て、動きそう、打ち続けないとね。待て待て待て、こっちも来た。おし、うわ、待って、こっちも来た。逃げろ逃げろ逃げろ。ちょっと待って、凍らした間に、ありがとう。おし、倒したよ。おし、じゃあ俺こっちも行きます。待って、このでかいのさ、ダメだプロ、これでかすぎて分解できない。このちっちゃいのか、先に分解しよう。うわ、ちょっとでかいの倒したい。じゃあ俺が凍らすから、プロパンチしてみるか。さあ、パンチだパンチ。おいしょ、大きくしてる、大きくしてる。どうだ、ダメージ入ってるのかな。これ無敵なんじゃない、これ。え、ちょっと俺もパンチしてみよう。あ、なんかバシバシ言ってるけど、あ、入ってる入ってる。でも体力が多すぎる。ちょっと待って、ダメだ、これはね、まだ戦うにも早いみたい。そんな、おし、じゃあちょっとみんな、あのパンチとキック弱すぎるから武器変えたいと思います。おし、じゃあこれ買ってみよう。プロ、これね、火炎放射器、火炎放射器買ってみます。うわ、これだ。うわ、でか、めっちゃかっこいいじゃん。待って、あ、
煙で、おおすごい火力だ。もしブロ、ノロ、俺が運転するから。ちょっと待って、車炙っちゃダメだから。さあ乗るんだ。おいし、いいよ。乗った。おおすごい、なんで車から出てるって改造車みたいになってるよ。これ最強じゃない。おし、どう、おお、どうかな、燃えてる。これ車の中ダメ。おおちょっと待ってひどいなこれ、燃やせるんだ。おおすごい、倒したじゃん。うわひどいね。じゃあプロ、俺が凍らすからその間に倒してくれ。今なんか通ったね。うわ来た。おボスじゃん、ボス。ちょっと待って、強い強い強い。ボス凍らせよ。ちょっと待って凍らせよ。うわわわわわわわ、乗りかかられた。おし凍らした。今のうちだプロ。おし燃やしどう。うわ何、瞬間移動した。いたたたたたた、そんな倒された。さあというわけでプロのところに向かいます。カメラマンたち全然味方してくれないからさあみんな応援してください。頑張ってるよ。お頑張ってるプロ。二人で炙ろう。ちょっと待って、まずい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 。あ痛すぎる、ぶっ飛んだ。え消えた。あ痛い痛い痛い、すごい上に飛んでる。なんだあれずるすぎない。泡落ちてくる。うわわわわわわ、何、飛んだ。あ、一旦ね、消えちゃった。どっか逃げたみたいだぞ。じゃあ、ボスを探しつつ、あの、でかいやつも戦えるかやってみようか。あ、いたいた、あの変態だ。おし。二人で炙ろう。あ、ダメージ入ってる、ダメージ入ってる。ちょっと削れてきてるよ。お、入ってるね。25、25、25。どっか倒せるかな。おー、倒せた、倒せた。やったやった。おし。これででかいやつは倒したぞ。プロ。ただね、向こうにもっとでかいやついるんだよな。さあ、というわけで、じゃあ、行きます。なんかいるかな？見つけたぞ！スキビリトリのレーザーだ！うわ！ほんとだ！でかっ！でかいな。ちょ、待って、ここカオスだね。いすぎじゃない？さあ、カメラマン戦ってるけど、おし！じゃあ、ここで降りてみます。どうかな？こっから届くかな、銃。ちょっと炙りに行ってみるか。どうかな？他のやつたちに気づかれちゃうかな？あ、分解はできない、分解はできないな。待って、火炎放射器じゃ減らせられないね。確かに。やばい、ガードが硬すぎる。燃やしても燃やしてもダメージが入ってない。さあというわけでみんな、次はなんとグループに入ってこの赤い銃を使いたいと思います。というわけで赤い銃手に入れました。これさ普通に撃てるんじゃない？いいぞいいぞ、これだ。このレーザーだね。うわわわ、見てる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 、怖い。じゃあまずここのね端っこから撃ちたいと思います。おじ、じゃあここから撃とう。待って、これ無敵なんじゃない当たってないよね。敵ダメージ受けてないよ。おお、なんだなんだ、動きやばい動きやばい。どういうこと？さあというわけで、じゃあ車で一回燃やしてみます。これ車の中だとさ無敵なんじゃない？ずるかなでも燃えてるね、目の前の。お、倒した。さあというわけで、あ、ちょっと引いちゃった引いちゃった、バコバコ散る。戦えるかな、どうかな。あ、燃えてる燃えてるな。ダメージ入ってるかな。全然体力見えない、全然減ってないけど、ダメか、無敵です。うわちょっとみんなめちゃくちゃだ。うわわわわわ、はっはっ、え、倒せれた。はい、というわけで、じゃあみんなちょっとね倒せなすぎるので、なんと最終手段使います。これ倒せるかもわかんないけどね。プロ、こっちだ。こっちにブーストマシン、これがあります。さあこれで15分、なんとダメージが3倍です。え、倒せるかも。さあ倒せるかな、やってみようか。ちなみにプロ、これ勝った数でなんか毛布着替えれるみたいだ。え、そうなの。今なんと132勝してます。プロは、プロは75勝か。ということは毛布着替えられるよ。さあいろいろあるんだけど、上のはロバックスで25のやつとか50とかいけるんじゃない？おお待って、こんなことできるの？待って、これでかっ。ほんとだ、待って、これで戦えない？これ今ダメージ3倍じゃない？じゃあまずは普通にこの辺のやつとか。あ、75。お、待って、ワンパンに倒した？ワンパンだぞ。じゃあこのでかいのにダメージを与えれるかしてみよう。3倍でね、凍らせはできるけど、あ、ダメージやっぱ入れないぞ。そんな、まだダメなんだ。さらに変身します。あ、これ25のやつも変身してみようか。
おいしょ、あ、かっこいいかも。こんな感じだ。かっこいいね、それ。じゃあ100ウィン、100回勝ったら変身できるやつ。細っ、ちっさ逆にちっさくなってしまった。うわ、待って、来た。待って、ここでちょっとさっきのでかいやつになってパンチとかしてみるか。もしかしたら超強いかも、パンチが。パンチないんだ。キャラごとに固有の武器があるみたいです。え、そんなの。これね、銃持ってると思ったらこの手から出てるみたい。なんでこれ、ダメージ450あります。これワンパンだよ。ちょっと待って、ワンパンじゃないか。強いね。どんどん倒せるぞ。あれ、倒した。え、倒せた。どういうこと。え、ほんとだ。何があったの。急に死んだよ。打ちまくったら倒せた。倒せるんだ。じゃあ飛んでるやつも倒せるんじゃない。さあ、というわけでみんな、あれからちょっと倒し続けて、もうちょっとで300いきます。なんかね、あの有名な強いカメラマンになれるみたいだから、最後それに変身して終わろう。そして最後にあの飛んでるやつを倒す。おしおし、300いった。じゃあプロ最後変身します。ここで俺が変身してみます。さあ、これだね。せーの、おいしょ。おー、来た。タイタンカメラマンなのかなこれ。え、なんかね、強い銃持ってるよ。さあ、ダメージは。ダメージ 900？ めっちゃ強いかも。プロダメージ900だ。タイタンカメラマン強い。さあ、ジャンプ力もめちゃくちゃ高い。さあ、というわけでプロ、これビルの上に乗ればさ、無敵なんじゃない。確かに。これ上、これないんじゃない。ここで戦えばいいんだ。よし、こっから撃とう。おいしょ。おー、来た。もうちょっと、おいしょ。せーの、打ちまくれ。さあ、今ね、保有力が3倍だから、おいしょ。どうかな。今ね、3発プロと力を合わせてるから、さらに早く倒せるはず。おいし、今のうちだ。さあ、みんな応援してください。どうだ。強い。おー、倒した。わー、やった。はい、みんな倒しました。もうちょい倒れるはず。どうだ。さあ、スキビリトイレのボスを倒す。おいしょ。どうだ。おお、頭がくるくるした。今日も動画を最後まで見てくれてありがとう。いろんなカメラマンに変身したけど、どんなカメラマンが良かった。僕はあの最初のカメラマンかな。そうなの。あのでっかいやつじゃないんだ。でかすぎたら家に帰れないし。それは入れないな。合体ダブルカメラマン。なんだこれ、かっこよ。